あさってからは多くの学校で通常授業が始まり、本格的な学校生活が戻ってきます。加古川市では長引く休校期間に子どもたちの居場所となった店がありました。駄菓子屋糸は築90年の古民家を改装して今年3月にオープンしました。その直後に新型コロナウイルスの感染拡大により1ヶ月間の休業を余儀なくされたものの、休業要請の緩和を受け、先月18日から営業を再開。休校中、行き場のない児童らにとって数少ない憩いの場となっていました。負けた。友達と一緒に駄菓子屋に何回か来とうから、ちょっとは暇ではなかった。買うのも楽しいし、おばちゃんのお手伝いとかも楽しいから。子供は喜んでるね。加古川市では昨日まで小学校の登校は1日おきでしたが、あさってからは通常授業が行われます。店主の正木さんは学校生活の本格的な再開に安堵する一方で、こんな心配もありました。唯一外に出るところがこの駄菓子屋さんだったんですってお母さんがね言われてました。習い事とか塾に行かれると思うので、多分駄菓子屋に寄る時間もね多分削られるかなって思ってます。小学校の夏休みは長引いた休校の影響により、神戸市が最も長い26日間とする一方で、半数以上の市町では9日間となる見込みです。